防衛大学校は神奈川県横須賀市八州道1の10二22本部を置く日本の省庁大学校である。1952年に創立1954年に現校名になった。略称は防央または防衛大。防衛大学校は防衛省施設等機関として自衛隊の幹部自衛官を養成する教育訓練施設である。諸外国における 士官学校に位置づけされ、幹部自衛官の教育と育成を目的としている。教育課程は、学校教育法の大学の学部に相当する課程として、修行年限4年の本科と大学院相当の理工学研究科総合安全保障研究科の参加が設置されている。一般的に防衛大学校は本科のみを指すことも多い。平成23年度入校の 第59期一般採用試験の募集人員は、人文、社会科学専攻が約65名、内女子約5名、理工学専攻が約285名、内女子約25名だった。平成23年度予算額は約147億円である。本科の卒業式は、内閣総理大臣や防衛大臣が出席して訓示することが慣例である。 募集人員でもわかるように、防衛大学校は理系大学の要素が強い。本科学生は幹部自衛官となるべきものの教育が前提で、卒業後は陸上、海上、航空自衛官に任官し、原則各幹部候補生学校へ入校する。幹部候補生学校を卒業後に3位に任官し、一般部隊、十科学校等に配属される。学生の身分は、 特別職国家公務員たる自衛隊員であるが自衛官ではなく階級は指定されない。防衛大学校は一般大学と同様に入校試験に合格する必要があるが一般の大学入試とは異なり入校後は国家公務員として家業を務めるため入学試験ではなく採用試験が正式な故障である。いわゆる国家公務員試験に相当する。卒業後は 人間が前提であるので、入校時21歳未満であることを要する。学生が受ける講義や訓練は家業であるため学費は徴収されず、学生手当の名目で給与が支給される。応募条件は、年齢や日本国民であることなど自衛官となる条件を満たしていることが必要であり、一般的な大学の出願条件とは異なる。かつては男子限定であったが、現在は、 女子も応募が可能である。募集は先行単位で行われ。2012年度入試から、これまでの一般採用試験、推薦採用試験のほか、総合選抜採用試験を導入し、一般採用試験も前期と後期に分けて実施する。一般採用試験は防衛医科大学校と同様に、秋頃、日本各地で行われる。一次試験は3教科の学科試験が、マークセンス、 記述方式で実施されるほか、小論文試験も課せられる。一次試験に合格すると二次試験では、身長、体重、視力、尿検査などの身体検査、及び口述試験が課される。試験にかかる費用は無料で、一般採用試験は原則として、各都道府県に1カ所以上の会場が設けられている。ことから、防衛医科大学校、陸上自衛隊看護学生、 航空学生とともに大学入試の実践模試として利用されており高倍率が続いている。理工学専攻が人文社会学専攻より募集人数が約4倍多いため、両者の入試難易度には大きな開きがある。例えば、理工学の公募推薦は2倍程度に対し、人文社会学は5倍である。採用後は国家公務員となるため、給与や被服が支給される。 2018年11月30日現在、学生手当は月額11万5800円、賞与が年額38万7930円と、自衛官候補生よりもやや低い。職務専念義務によりアルバイトなどの副業は禁止されている。防衛大学校学生は、自衛隊法第53条及び自衛隊法施行規則第40条に則り、入隊時に、 含むの先生をすることが義務付けられている。これは、防衛医科大学校学生または、陸上自衛隊高等高科学校生徒と同様である。私は、防衛大学校学生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び拘束を遵守し、常に特層を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識を寛容し、政治的活動に関与せず、 全力を尽くして学業に励むことを誓います。景気の良い時期は、卒業しても自衛隊に入らないという民間自体が起きやすい。過去最多は、バブル景気最終年の1991年の94名である。リーマンショック後は一時的に民間自体者が減ったものの、近年は、就職売り手市場を反映し、再び増加傾向であり、 2015年度の民間自体の意向を示しているのは47名、過去4番目に高い値。2017年3月21日に挙行された平成28年度卒業式における民間自体者は32名であった。2019年3月にも49名の民間自体者を出している。民間自体は問題視されているが、自衛官の服務の先生を行う前であること。 人事計画に含めなくても良いため、組織としては大きな損失ではないという見方もある。入港自体では計画に狂いが生じるなどの影響があるため、民間自体の方が影響が少ない。かつては入港自体者にも退職金が支給されていたが、1989年に防衛庁給与法が改定され入校自体社や入校後半年未満で退職する者には退職金は、 支払われなくなった。学費返還に向けての動き、編集創設以来防衛医科大学校にあるような、卒業後一定の年限を経ずに体感したものに、対する学費返還制度を設けていなかったが、2011年9月、防衛大臣指示に基づき、防衛大学校改革に関する検討委員会が設置され、計8回の審議の後、2011年6月、 召喚金制度導入を含む報告書がまとめられた。その後の2012年1月、防衛省は同制度を盛り込んだ自衛隊法の改正法案を第180回国会に提出したが、衆議院で審議未了、廃案と同法案では学費返還の対象は平成26年度の入校生からとしており、最大の徴収額は卒業時の民間自退者で、 国公立大学4年在学館の授業料と入学金に相当する約250万円を卒業後6年以内に退官する場合も一定割合を減じた額を徴収するとしていた。防衛省は総人権費改革の一環として平成22年度から採用を開始した自衛官候補生制度も初任期の中途退職者に対する手当の召喚義務を設けている。また、 2014年4月に設置された防衛医科大学校看護科学生も卒業後6年以内に退官する場合には召喚義務の対象となった。この制度は平成28年度以降の入学者が民間自体または卒業後6年以内に退官した場合に適用される予定であった。2012年11月以降、本科学生を対象とした召喚金制度導入を含む 自衛隊法の改正法案は提出されていない。1957年3月26日第1回防衛、大学校卒業式、第二次世界大戦以前の日本で、陸軍の現役陛下将校と海軍の現役陛下将校の要請は、それぞれ別個の陸軍士官学校、陸軍航空士官学校は主に将来の陸士、講師生となる士官候補生を要請し、 普通学を特に教授するよかたる教育機関であり、防衛大学校はこの良しに相当する。陸軍士官学校、陸軍航空士官学校は主にその士官候補生に対して軍事学を特に教授する本語る教育機関であり、陸上自衛隊幹部候補生学校、航空自衛隊幹部候補生学校がこの陸士、講師に相当すると海軍兵学校で行われていた。 このように軍種によって士官学校を分別することは19世紀の古くから欧米の近代的な軍隊では一般的であり21世紀の現在も世界各国で普遍である。しかしながら戦前の日本は陸海軍相互で人事交流が少なく一体となって総力戦を遂行すべき大東亜戦争期も相互の不振から不協和音が生じることが少なくなかった。 その反省に鑑み、第二次大戦敗戦による陸海軍の解体を経て、警察予備隊、保安隊、海上警備隊、警備隊を再編成する過程で、士官学校相当の教育機関は、陸海に分別せずに、同じ学校の学生とし、1952年8月1日に、保安庁の新設とともに、保安大学校が設置された。陸海の個別の専門教育は卒業後に、 総体学校、普通科学校、十科学校で行われた。1954年7月1日、保安庁と保安会、旧陸海軍では選抜された、大級を対象とする高級商工要請、教育機関として、陸軍大学校と海軍大学校が存在し、共に大学校を称するが、これに相当する自衛隊の教育機関は、 陸上自衛隊教育訓練研究本部教育部、海上自衛隊幹部学校、航空自衛隊幹部学校であり、陸海空が共同で運用する自衛隊の最高教育機関としては、統合幕僚学校が設置されている。1953年4月1日に入校した本科第一期学生は在校中に保安庁から防衛庁への改編を経て、 新たに先生を行うなどの体験を経ながら4年後の1957年に卒業した。設立からの教育の特徴として、戦前の精神主義への反省とともに、近代戦の遂行は、作戦、管理、平坦部門なども含めて、数理的素養及び知識が絶対的に必要であることから理工系を重視している。1964年東京オリンピックの 開会式では各国選手団が入場する際、防衛大学校学生が国名のプラカードを持って先導した。防衛大学校は学校長のもとに副校長2名1名、防衛教官1名及び幹事1名。その他、総務部等の各部と教育学軍等が置かれている。副校長及び幹事は学校長の命を受け、学校長を助け、主として、 それぞれ特定の事項を整理する職として置かれており、教官を持って当てる。副校長は、教務部に関する事項を、幹事は、訓練部に関する事項を、防衛事務官を持って当てる。副校長は、それらの事項以外の事項をそれぞれ整理するものとされている。幹事は、主に師団長経験者が当てられ、大学校教職員である自衛官の中では最も、好意である。 一般の大学と同様に教授会も置かれているが、教授会は防衛大学校長、教官をもって当てる、副校長、幹事及び教授をもって組織されている。防衛大学校の人物一覧も参照訓練部長は、招保が当てられる。総括主席指導教官の下には、主席指導教官がおり、さらにその下に、次席指導教官、中隊指導教官がいる。 防衛学教育学群長は空商法が当てられ、学室長には一差が当てられている。中、学科の選択は2年新球時中、後期課程に、コースの区分は、なし防衛大学校の教育は、教育課程と訓練課程からなる。文部科学省の定める、大学設置基準に準拠し、教養教育、外国語、体育、専門基礎の科目と、人文、 社会科学専攻及び理工学専攻の専門科目をそれぞれ一般大学と同様に教育し、防衛大学校独自の防衛に関する学術分野として防衛学を教育する。教養教育は分離交差教育が行われ、人文、社会科学専攻学生は数学、物理学、科学などの理工系教育、理工学専攻学生は思想と文化、歴史学、 心理学、政治学、経済学、法学などの人者系教育が行われる。防衛学、編集本科学生は、専門区分や要因区分に関わらず、原則として共通した内容の防衛学を履修する。ただし、要因別の科目や選択科目もある。2年次に、陸上、海上、航空へと要因配分が行われる。個別科目を以下に記す。 以上、防衛大学校規則を参照防衛学は一般に軍事学と呼ばれているものに相当し、その具体的内容の一端は防衛学の教官を中心にしたグループの著作、軍事学入門により知ることができる。過去、防衛学は陸上防衛学、海上防衛学、航空防衛学の3つに区分され、各要因別の履修となっていた。その内容は、 現行の防衛学と同様のものの他に、それぞれ個別の内容が相当程度含まれていた。現行の要因共通の防衛学を導入するに、あたって、これらの要因別の強化内容は、防大の訓練課程及び防大卒業後の幹部、候補生学校に振り返られた。プログラム、編集人者系、理工系にまたがり、学科、学軍を横断する柔軟な履修を可能とする。 教育プログラムが2012年度から導入された。危機管理、安全科学、生命科学、国際交流の4プログラムがあり、プログラム履修生は専攻に所属しつつ、プログラムごとに指定された講義科目群の中から必要な授業科目を2から4年時の3年間継続して履修する。所属する学科での学士号のほかに、プログラム終了証書を受け取ることができる。 各学年全員が同じ訓練を行う共通訓練と陸上、海上、航空要員に指定された後に行う専門訓練に区分される。訓練は毎週2時間程度実施される家庭訓練と年間を通じ集中して実施される定期訓練がある。本科編集防衛大学校本科は1992年から 大学の学部に相当する教育課程として認定されており、卒業に際しては、それぞれの選考に応じて、学士の学位が、独立行政法人大学改革支援、学位授与機構から、文部科学省所管の大学と同様に授与される。実践的な面での能力を身につけるため、大学相当のカリキュラムに加え、学士訓練も行われる。授与される学位は次の通り、 学位授与機構の定める単位を4年間で確保するために、課業終了後も自習が義務付けられている時間がある。研究科・編集研究科として、理工学研究科及び総合安全保障研究科が置かれている。これは、学校教育法上の大学院に相当するものである。終了後、大学改革支援、学位授与機構の審査に合格すると学位が授与される。 原則として自衛隊員の内部選抜者が入学するが、自衛隊員以外の者も,も入学することがある。現在は、隊員以外は特別研究員として若干名募集され、身分は非常勤職員の自衛隊員として扱われる。在籍中は、自給制で給与が支払われる。学費は無料。選考は、理工学と安全保障学の2種類で、 区分は研究補助と教育補助がある。授与される学位の種類は以下の6種。本科学生全員で連帯規模の学生体を編成する。学生体は4個大体からなり、大体は4個中体、中体は3個小体、小体は約30から40名からなる。それぞれに学生長が置かれる。2004年度までは1個中体に1から4。 学年までが混合で所属しており、2005年度から1、学年が1個招待を組むようになった。ただし、学生長は4学年が務める。しかし2018年現在では、また各招待に1から4学年が混合で所属するようになっている。卒業式では、時の内閣総理大臣が訓示を述べ、閉式直後に、本家卒業生総代である、後期学生大学生長の、 N 期学生大会さんの号令とともに、本科卒業生一同が、一斉に聖望を宙に放り投げ、行動から飛び出していく光景が、例年テレビ放送され有名。2013年に防衛、大学校学生保険金詐欺事件が発覚したことを、契機として、第2次、安倍内閣が2014年春から、民間自体者に対する卒業式への出席を、認めていない。 生棒は緩急品であり、在校生によって回収され、学校に返納されるが、死物として購入することができるので、記念として手元に残しておくものも多い。本科の学生は必ず体育系の交友会に入部することとなっている。大学ではないが海上法案大学校とともに参加を認めている大会もあり、参加時には国立大学とみなされる。 ただし防衛大学校では各種行事の準備や練習は交友会の時間を削って行うため練習時間の確保が難しく部の方針として外部の競技会への参加を禁止する部もある応援団リーダー部と探偵委員会は部ではなく委員会の扱いを受けているまた議場体は紹介ページにおいて運動部や文化部同好会ではなくその他に分類されている 吹奏楽部が体育系の扱いを受けているが、関越式や開校記念祭での行新曲等の演奏その他、学校の顔として大きな役割を果たしており、それゆえ練習時間を確保する必要があるからである。ただし紹介ページでは文化部にまとめられている。部に昇格していない同好会も多数存在する。その他、特徴のある交友会は以下の通りである。 防衛大学校の棒倒し毎年11月に学園祭に相当する行事として開校記念祭が開催される。そこで行われる競技の中に棒倒しがあり第1回開校祭から続いている。1990年にアイドルの渡辺ま里奈が訪れた。詳細は防衛大学校の人物一覧を参照飛行機場から撮影したキャンパス全学生が一斉に 喫食可能な規模の食堂が整備されている。収納することにより、席数が増減可能となっている。卒業式などに際しては前列を格納し、卒業生は折りたたみ椅子に着席する。地下1階、地上4階の建物に、学生生活に必要な物品、サービスを販売する売店が入店している。地上一階の第二売店では、文房具、スポーツ用品、日用品、 生活用品などを販売しており、学生生活に必要な物品やサービスを販売している。2010年からファミリーマート防衛大学校店が入店し、通常コンビニ業務のほか防衛大学校グッズも販売している。一部の防衛大学校グッズはファミマドットコムでも購入可能。学生は防衛省共済組合員になることから、地上2階に入居する事室で、 貯金業務を受けることができる。ATM が設置されており、現金の預け入れ、引きでも可能。防衛省職員は、自動車購入資金、住宅購入資金、学資金などの貸付業務を受けることができる。敷地内に学生者がある。人材獲得の競争力を失わないための魅力活策として、 8人部屋から4人部屋を経て2人部屋へと移行したことがあったが、規律の緩みを招いたため、4人部屋を経て8人部屋に戻っている。自炊も可能な設備があり、簡単な食事なども寮の中で作れるが、使用は制限される。全寮制である。寮は1年生から4年生までが同室で生活する。1年生は、冠婚葬祭など、特別の理由がない限り、外泊できない。 学生間指導が実施されている。学生間指導のガイドラインでは、暴力、威圧、精神的圧迫、いじめによらない指導となっている。約2000人の学生寮生活の監督には、指導教官の幹部自衛官、約70人が行っている。平成23年6月1日付の防衛大学校改革に関する報告書では、集団による 不適切な学生間指導などの事案を問題視し、学生間指導のあり方では、世界一の士官学校を目標に、口頭による指導を行い、威圧的な指導や暴力的指導に陥ることがあってはならないとされている。航空要員訓練のためグライダーが配備されているが、自衛隊でグライダーに登場できるのは防衛大学校のみである。防衛大学校は外国軍から、 長期留学生を受け入れている。長期留学生を派遣したことのある国は、以下の通りである。平成23年度現在は、太陽国5名、フィリピン2名、インドネシア4名、アメリカ合衆国5名、フランス7名、ベトナム5名、大韓民国6名、モンゴル4名、カンボジア2名、東ティモール2名の、全員42名を受け入れている。保険金詐欺事件。 防衛大学校学生保険金詐欺事件を参照防衛大いじめ訴訟上級生から暴行など受けたとして元学生が国と在学時に学生だった8名に対して損害賠償を求めた件で2019年2月に福岡地裁は8名のうちの7名に対しては損害賠償金計95万円の支払いを命じ判決が確定した判決によると男性は入学以降 上級生らに顔を殴られたり、アルコールを吹きかけられ、陰謀に火をつけられたりする暴行を受けたとされる。一方、訴訟が分離されていた国については、同年10月に地裁は、教官らは、暴行を予見できなかったとして、男性の請求を棄却した。防衛大が、事件後に、学生1874を対象に行った、 調査によると12人のみが暴力は許されないと回答し、この結果に被害者の母は人権意識の低い人たちが幹部になっていく。このままで良いはずがないと話している。新型コロナの影響2020年5月、新型コロナウイルスにより学生は防衛大の敷地から出られないといった事実上の軟禁生活状況が続いており、4月の新入生たちは 精神的にかなり不安定になっており、ストレスからか、首吊りやリストカット、飛び降りといった自殺未遂、自傷行為が複数起きていると報道される。原則上級生から下級生まで8人単位の居室で生活するといった厳しい上下関係に戸惑う新入生のストレス軽減のために、指導教官から呼び出し指導から下級生を居室に呼び出して指導する。 ことをやめるように指示があったとされる。また、5月25日には、リストカットをして自宅に一度帰った後、学内に戻っていた学生が脱作する騒ぎが起き、同日夜にはその学生が所属する中隊の学生者で放火が疑われるボヤ騒ぎが起きたとされる。トバック行為の疑い学内で遊ばれていたトランプの大富豪で負けた学生は、学内にある売店で菓子やタバコなどを買って、 差し出していたことから、PX 符号の呼び名がついた。そのうちにどんどん大きな金額をかけ出し、新入生が約50万円の負けを抱えてしまい、発覚したとされる。2020年5月27日の報道によると、賭博行為の疑いで、陸上自衛隊第129地区警務隊が調査を開始したとされる。ありがとうございます。